ことないな。今日は何書こうかな。お片付け終わった。終わってない。今日はそう、ナギと遊んできました。お昼ぐらいに出かけようってなって電話が来て出かけることになって、そう、サイン入り生写真明日までとか。そうなの？ごめん知らなかった、ありがとう教えてくれて。でもわからない、さっきまずそれ食べておきました。おお、言ってない。なんかね、なんかカフェに行って、アンドカフェっていう駅のところにあるカフェに行って来ました。そう、急に、そう急にね出かけますから、私たち急に決まって、今日ノリでまずなんか南のイオンに行こうみたいな。あ、ありがとうクマさん、ありがとうね。あと、そう、あんなカフェに行ってきた、行こうってなったんだけど、そこでもなんか抹茶のスイーツみたいなのを食べてそう、あ、ありがとうね、ライバーを、ありがとう、ハート。そう、それで、ね、できて駅戻って、卵サンド、そう、私卵、なんかしょっぱいの食べたくて卵サンドにしました。あ、ありがとう、手紙も。ちなみに今日サフちゃんのサイン入りの生写真申し込みました。え、嬉しい、ありがとう。出かけ楽しめてよかった、よかった。そう、それで、そうなんです、お出かけしてめっちゃ話しました。ずっと何話してたかはもう覚えてないけどアイドルありがとうね。あ、いいね、ありがとう。卵サンド美味しい、そう、めっちゃ美味しかったです。なんか卵サンド、卵とエビのやつと、卵とあのなんか生ハムが入ってるやつ。パフェ食べなかった。なんかその前のお店で抹茶のケーキを食べてたから甘いのいいやと思って。あ、ありがとう、マリとかハートも。南イオンが今月20日から名前が変わって新潟亀田インターイオンになる。そうなんだ、へえ、知らんかった、名前変わるんだね。もぐさめみ、そう、めっちゃ美味しかった。でもフルーツサンドも食べたいって思いました。私メロン食べると喉かゆくなっちゃうんですけど、メロンのフルーツサンドがめっちゃ美味しそうで、それが食べたかったあ、 ありがとうね、すごい美味しそうな卵サンド。そう、めっちゃ美味しそう。メロンのアレルギー絶対そうなんだよね。そう、亀ジャス呼び、そうなの、亀なの、ジャスコってこと、ジャスコだ。メロン食べとかよくない。そう、いや、まだあれじゃ、いや今日はバス乗っためっちゃバスに乗りました、私。そう、ありがとう。あとも、いちごも美味しい、美味しそう。スイカとメロン食べれない、あー、アレルギー一緒かな。そう、メロンね、アレルギー多いから、私も絶対さ、なんか軽度なんですけど痒いから、そうなのかなってめっちゃ思う。メロンって言えばドクター出てくるな、ドクター X。 今日パピコの抹茶味や、あ、パピコ今そうなんだ、少しなったことある。あー、そうなんだね。こんばんは。昔トロロ食べると痒くなって、絶対アレルギーじゃん、悲しい。ロンレアレルギー重いとかぼちゃとか、あ、ウリガってことかな。こんばんは。亀田イオンの吹き抜けのフロアゾワゾワする、え、高所恐怖症ってこともサボちゃんにメロメロありがとうパイン食べると口の周りがくる、え、絶対アレルギーだよそれも。フルーツサンドは良き、桃サンドいいな、えー、美味しそう。そう、ウリカアレルギー、あー、そうなんだね。X が今月12日に映画になる、え、そうなの。そう、映画も見たいねってなったけど、なんか急だったからあんまり見たいやつがあれでなくて見なかった、結局映画は。あ、ありがとう、くまさん、ありがとうね、こんばんは。そう、ちょっとアレルギーお揃い買い微妙だよアレルギーお揃いはそう、
ランチパックあったら何選ぶ？私はいちごジャムを選びます。ランチパックいちごジャムが一番好き。頭の仕事されるからプレゼントのそのまずアレルギー確認。あーそうなんだね。映画は時間調べておかないと。そうそうなんだよね。こんばんは。メロンとスイカが苦手。そうなの。こんばんは。南イオンのエスカレーターのところは確かに。そうなの。そうだったんだ。結局たくさん話したいもんなったわけ。そうですね、めっちゃ話してた。何話してたか本当に覚えてない。いきなり今日暇って来て、暇だよってなって電話来て会おうってなって会った。そう、そんな時味気ない。それが一番だよね。片付けてどれぐらいそんなの。まあ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 。映画ラストマイル面白かった。ラストマイルってあれでしょ、なんだっけ、アンナチュラルとかなんだっけ、なんとか404みたいなやつの映画のが交差する世界でみたいな。あんま分かんないけど。そう、こんばんは。せかカブトムシの餌の味するか苦手。それも分かんない。でも聞いた、聞くよねそれ。ひょうちゃんいちごジャム好きなんで、この前のその、そういちごジャム好きなんです。そうそう、こんばんは。ミウ404。あ、そうなんだ。なんだっけ、警察官の話と、アンナチュラルがお医者さんだっけ。確かそうでしたよね。ありがとう、こんばんは。でもどっちのドラマも見てないから、その映画ラストマイル多分見てもさ分からないと思うんだよね。マトリョーシカ最初は見て、見ました。あ、まさかあんな終わり方、結局ああいう感じになったんだね。科捜研の女が好き、分かる、面白いよね。解剖医の話、アンナチュラル。あ、そうなんだね、見たことない、面白い。絶対さ、その2つ見てたら、あのラストマイル絶対面白いよね。そう、うん、今日もビジネス的です、ありがとう。ありがとうございます。ナチュラルとアマゾンプライムで見れる。実家なんですね、アマゾンプライム私。だから見れない、ドラマ見ないから劇場で。ああ、そうなの。確かに確かに、どっちも見てないと。こんばんは。みはるさんが4期生と写真撮りたい。そう、私撮ったことがなくて、一回も撮りたいですね。そう、今日の服はピンク、白です。サホちゃんの見解では月の裏側ってどうなってるんです。どういうこと、月の裏側見解。わかんない。裏側ってなんだ、どういうこと。こんばんは。11月末だもんね、すぐだよね。そう、あ、ありがとう、なんだっけ、タコさん、ありがとうございます。月月が見たら眼鏡してない。あー、南半球から見たら見えるとかじゃなくて。なんで急に前髪切る話になったんだ。フォローありがとうございます。輝きフェイス見てお昼寝したい。あ、そうね、今日輝きだったのね。そう、行ってきた方も多いと思うんですけど、楽しめましたか。そう、私は結局見てなかった。卵さんの卵多い、確かに。月見バーガーまだ、あ、まだ食べてない。そう、ありがとう、ハート。あと6日後には早く長岡で飲む、喋るから。そうなんですよ、月の裏は地球から見ません。そうなんだね。ケータリングが豪華だったみたい。そうなんだ、輝きフェス。すごい、フェス出たことないから裏側わからない。金沢と宮崎の高田文山先生の美味しそうなご飯がたくさん。ああ、宮崎も今ひなフェスでしたっけ。金沢ね、金箔ソフトとか
だっていいな。ずっとゴロゴロしてて一日終わった。いやあるよそういう日も。あとありがとね、初見です、ありがとうございます。そう、みんな金箔ソフト2回食べてた。え、そうなの？2回食べてたんだ、すごい。こんばんは。いいね輝きフェス、ミスティ祭り楽しみね。楽しみ、初めてなんか野外で披露しますね曲とか。ありがとうハート。今日か塩崎先生、おーいいね、めちゃくちゃ金箔の仕事してる人ってくしゃみとか出たら大変なことで、確かに金箔ソフトに対抗してピーナッツソフト食べてきました。めっちゃ美味しそう。日仕事した、お疲れ様です。そうちゃんやっぱり抹茶ソフトクリーム好きなのかな。うん、抹茶ソフトあんま食べないかも。抹茶か、アイス何が好きかな。私アイスイチゴが好き。でもソフトだったら何でも。ナシティ祭りはいつも天気いいイメージ。おーいいですね、晴れてほしい、せっかくだったら。晴れないとさ、見るところみんな雨でね、あれだよね。ありがとう。スーパーカップのずんだが美味しい。ずんだってあんまり、なんかずんだシェイクをさ仙台行った時に飲むとか聞くけど、日頃あんまり食べたことがない。こんばんは。フルーツ果汁のソフトクリームがめっちゃ美味しいお店が池袋にあったけど9月1日閉店した。そうなんだ、ショック、最近じゃん。こんばんは。雨でもやるならずぶ濡れになってでもサボりを見てたけど。じゃあカッパ着て見に来てください。雨だとサイリウムうちも使えない。確かに確かにね。ずんだシェイクの味、あそうなんだ。ずんだ、ずんだってさ普段食べる機会あんまないよね。新潟には全然いちごでトマト食べれる。え、そうなの。イナゴソフト食べれないです。毎回ネスティ祭りアナウンサーの、見たことありますさ、ネスティ祭り。カッパも着ない。それは着て。そう、推し、なんていうのそれ、うちわかな、ん、推し、なんていうの。昨日ハンゲンダッツいちご買いに行ったはずがシャインマスカットとか言っちゃった。美味しそう。こんばんは。こんばんは、間に合った。あと15分、57分に壇上読みします。58分でいいかな、58分に壇上読みします。ありがとうハートも。ごテーマ日向祭りの手間の、そう、私日向祭りで食べたんですよイナゴ。みんなには映ってないんですけど、ちょうどその、あ、カッパありがとう。あのなんか大塚さんがイナゴを食べる回の次の回で私撮るのが、それでなんか食べてみなよってなって、断れなくて私食べました。何にも写ってないし何の写真もない、ただただイナゴを食べた人。そう、食べさせられました。こんばんは。あ、結婚してありがとう、大丈夫で。前髪を切る予定はな、あーでも最近切ったばっかりなんですよね。昨日切った、昨日切ったんです。だからまだかな。そう、こんばんは。妹にすならあゆってやってた、あゆつにつけた、あゆのこと好きじゃんって言ってた。あゆかわいい。あゆかわいいな。あ、マリありがとね。そう、せめて動画回しててほしかった。わかる、何にもなくただただ食べるっていう。そう、昆虫食は流行り、未来の食事、もうそうなったら私いいや、そこまでして食事取りたくない。未来の食事で昆虫食しかないですってなったら私そこまでして生き延びたくないです。ありがとうハード。そう、食事諦めたい。そうだよ。そう、ありがとうねハード。あ、やばい、洗濯機がピーピーなってる。諦める。そう、何と結婚するの、本当にそうだよね。ちょっと検索したら大きいのパップ見つけたけど、子供用だった、子供用だった、入る入る。
ピーピー、洗濯機が回りました。生寿司の予約も明日1時までだよ。あ、そう、さっき教えてくれてありがとうございます。そう、ちゃんと干してね。当たり前じゃん、干しますよ。だってまだ10時にもなってないので、全然夜遅くない。アイドルありがとう、アイドルありがとうございます。未来はみんなビタインゼリーみたいな食事が最悪、やだやだ。名古屋は唐揚げにしても美味しそうだけど、いや、わかんないな、その美味しそうっていう感覚が。そうちゃん家事できるんだ、なんだと思われてるの。子供の用のカッパをたくさん買って何するか。あー、すごい、できたら。お米あるの、お米ありますよ、うち。そう、洗濯物だったり干して洗濯物に、そうだよね、すぐ干さないとね。こんばんは、卵サンドの後のご就職です。それはそう、昆虫食はね、あんまり。宇宙食とかもなんか、あ、でも宇宙食は美味しいんだっけ、なんか開発されて。未来の食事、お米が尽きたから最近はそばとかそうめん食べてる。ああ、スーパーにほとんど米ない。そうなんだ。なんか稲刈りしてるから新米が出たとか言うけど、どうなんですかね。そう、私の家は普通にお米あるけど。そうそう、電子レンジは順調、順調じゃないです。あと、ありがとう。給食でイナゴの佃煮出たことあった。そうなんだ、それはもう食べなきゃいけないやつだ。じゃあアタック抗菌 EX 部屋干しでも使って。そうなんだね、抗菌部屋干し。すごい、部屋干しを今日稲刈り中止でした。そうだったんだ、なんでだろう。今日意外と美味しい。そうなの、米派パン派。米派買ってから乾燥させたりいろんな手間がかかる。あ、そうなんだ。新米スーパーは開店時に置いてあるからあっという間になくなる。おお、そうなんだね。新米どんどん出荷してます。おお、大変だ、頑張って、頑張ってください。みんなのお米を支える。実家短弁展開、お米届けましょうか。届けてほしいんです。明日コラボカフェ最終日にみみさんが来店するって今。すごい、そうなんだ。じゃあぜひ明日行かれる方はお会いできるってことでいいですね。明日も最終日なんだ、あっという間でしたね。コラボカフェ2週間くらいやってたのかな。米農家さんは大変そう。ほんとそうだよね。佐渡のコシヒカリなんで違う。おー、めっちゃすごい、いいね。実家がお米とかや、お米農家とかだとあんま困らない。こんばんは。月娘が食べたい。うちのお米なんだろう。そうちゃん、お米実家から送れてくるの。いえ、そういうわけではないです、自分で買いに行く。だって新潟に住んでるのに東京からお米送るっても言うのも不思議な話だからね。そう。こんばんは。そう、そうだったんだ。今度は渋谷でバントンカフェが始まる。ブロックティーム焼き、すごい、そうなの。お疲れ様です。下のカフェ予約制なの、やはり。ああ、そうだったんだね、やっぱり。あ、フォローありがとうございます。確かに、ないって連絡する、すごい。すごい、それすごい。こちらは北小町食べてる。ああ、そうなんだ。米は親戚からもらいます。それは新潟あるあるなのかな。あ、こんばんは。そう、東京からお米は、そう、不思議でしょ、なんかそうなってくると。だから別に送られてくるとかはないです。娘 NGT48 が訪れてるおかめで、あ、そう、私返してったよね、この前。いつだったっけ、この前でもないのか。そう、お米になる意味が分からない。どういうこと。東京から新潟米を、不思議不思議。徐々に新米お米なんでね、それを見かけました。私もこの話してた、おにぎり食べたくなってきた。いいね、おにぎり。妹家族には毎月新潟からお米送ってます。おお、すごい。マカタンつや姫ってお米、そうなんだ。みんなお米
とき娘の収穫、さおちゃんが収穫の、どうなんでしょう、私農業部行ったことないからな、わかんないです知らない。農業部の活動はないの？してるんじゃないんですか？してると思いますよ私はしてないので知りません。サーリンとお米を定期的に届けるしてほしい。こんばんは。こっちも私会の季節が来るね。去年してて、それをなんか4期生何人かが、なんだったっけあれ、なんで、そう、私お手伝いに、あのバンダイのところでラブラでやってた気がする。そう、まあ農業部があるのね。そうなんです、あるんです。サブちゃんにフォローありがとうございますってまた言われたい。ちょっと取りかられるダメだよ、外しちゃこんばんは、ありがとう、バラも、そう、あともありがとうね。バンダイもフードコート、そう、フードコートでやってたやつ、ごめんな、私買いに帰るよ。そう、あれ重いよね、ちょっと1キロぐらいのやつだよね。たんぶりアマラガエルとかいても大丈夫微妙ですね。明日おしゃべり会の第28次受付と生写真のボリューム2が締め切りです。ありがとう、メールに書く、ありがとう、教えてくれてこんばんは。東京もやっとお米買えるようになった。そうなんだ、東京売ってなかったんだ。そうそう、実家の庭にプチトマトめっちゃ作ってるのに絶対送ってくれ送ってくれないそうなのそう、もちろん外しませんよありがとう、ありがとう。こんばんは。学校で防災訓練やると賞味期限切れたアルファ、あ、あったね、あったあった、めっちゃ懐かしい。なんかさ、お水入れたらできるなんかご飯みたいなやつ、私ももらったことあります、あれ。そう、消費期限は切れてないけどみたいなやつでしょ。去年は私買い少なかったから今年はいっぱいしてほしい。どうなんでしょうね、シングル期間が終わってとか。ありがとう、アイスも。こんばんは。アルファか前でいいから、今は欲しい。そんなにないんだね、大変だね。アルファか前さあ、なんかめっちゃ混ぜご飯とかいろんな味あって、よっぽどニュース見てないんやな見てるよ、うん。こんばんは、ありがとう。あと近所のスーパーに午前中だけあるのよ。知ってるよ、さっきもコメントしてたじゃんアルファか前とか馴染みがなさすぎる。でもなんかみんな1回ぐらいは食べたことないのかな、どうなんでしょう。私はもらってたけど、訓練の後に。そう、サイン CD 待ち遠しい。あーね、私もまだサインしてないから、多分これからサインするのかな、どうなんでしょう。こんばんは、ありがとうね。もうすぐ稲刈りの季節だから農業部呼ばれてコンバイン運転して、それは農業部を呼ぶ人に言ってくださいアルファ化米ってなんだ、なんかあれです、お水入れたら膨らむみたいな、袋の中に入っててそう、なんかね、お水を入れたら15分くらいで食べられるようになるんですよ。一回炊いたお米を確かなんか乾燥させてるかなんかしてて、そう、お米の出荷価格が 1.5 倍くらいになるから伝統価格だいぶ上がりそう。そうなんだね。あ、誰もありがとう、たくさん。父ちゃん普段の水の水はネットで買ってるの？買ってないですなんか浄化できるやつ使ってる、水で戻す的な。そうそうそう、震災の時にお湯がなくても水で1時間くらいで戻ります。多分1回は見たことあると思う、どうなんでしょう。そう、56分、あと2分、あっという間。私が始めるのめっちゃ遅かったからお腹減った、食べて私はもう今日は食べたから。死んとか大事な時に激化するとかさ、ねえ、そうだよね。だから
そう、避難訓練で余ったやつがもらえるんですよ。そう、ゼレートクトできるから登山の時、ああ登山袋麺も水で食べれるの、へえそうなんだ。そういう風にグラグラしてます、本当。このまま爪短くなった、あでも形を変えました。キャンプとかでも便利。ああね、爪どうなった、爪ね結局ちょっと切って、でも他を形を変えてちょっと短くしたって感じにしました。でも全部は剥けなくてよかったです。そう確かにやってまだね今日も。そうってことあるよね。あるのかもしれない。どっち。あ、ラジオ読みします、ごめんなさい、めっちゃギリギリになっちゃった。13位ともやさんありがとうございます。12位大谷あきさんありがとうございます。11位ともひろさんありがとうございます。10位はるかねこさんありがとうございます。9位うつろさんありがとうございます。8位カラコンさんありがとうございます。7位かずやさんありがとうございます。6位あんざさんありがとうございます。5位あきらちゃんありがとうございます。4位八王子さんありがとうございます。3位設定がんさんありがとうございます。2位コミュニストさんありがとうございます。1位パックさんありがとうございます。ありがとうございました。また明日は夜にします。最近9時とかからよくやってるから明日もそれぐらいになると思われます。明日も多分それぐらいかなにやります。ではありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。メールを書きます。そうだ、メール送るね夜に。明日はエッサ後、あそっかエッサあるのか、エッサ前かエッサ後かどうしよう。明日は月曜日ですよ。そうでした、ごめんなさい。どうしようかな、エッサ後エッサに被らないでね。そうだよね、じゃあ被らないようにしますね、被らないように。エッサのどうしよう、どっちもやろう、どっちもは絶対にやらないのでエッサの後かな、わかんない、明日の自分次第です。ではそんな感じでありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。